こんにちは、ライムです。皆さん正月をどのようにお過ごしでしょうか。僕はね、もう独身に戻ったので、もうそりゃゲーム三昧ですよ。今回は実家にすら帰ってないですからね。昨日動画4本アップしてるとこからもうお察しの通り。はい、こんにちは、ライムです。というわけで、はい、正月でもここの運営はまあ安定してマジで容赦がない。課金煽り、ガチャにアバターボード、さらにハイスコア、そして校内インドクエスト、これですね。飛ばしてんね、マジで。正月からほんと飛ばしてますよ。もう見てわかる通り、プラウドプラスクエストのレベル470、もうだいぶレベル上がってきましたけど、こちらをねやっていきたいと思います。ざっと今回の内容を説明すると、レベル420の亜種、いつもの、まあ、レイドボスですよね。こちらのレイドボスを決められた時間案内に倒すっていう内容だったんですけど、今回の470はこいつらの亜種を決められた単数以内に倒すと。ベヒーモス亜種で言えば、6体以内に倒せば太陽の魔石がもらえるという内容ですね。で、まあ当然難しくなってます。しかも超絶運ゲー。まあ420と同様でガードエル頼みですね。攻撃食らったらまあ一撃で死ぬんで。で、420はまだね、全然ちょっと難易度落としても限定、全部が限定じゃなくてもいけたんですけど、今回は本当に辛い。生半可なデッキだと多分4ターン以内なんてまず無理だと。そんな印象でしたね。無課金の方でここクリアできたら本当多分大したもんですよ。よほど引きが良くないと多分無理なんじゃないかなと思うんですよね。まあ僕もまだちょっと、その、同じ、一つの編成でしかやってないんで、なんとも言えないところですけど、はい。とりあえず、この、パワー属性からね、上からやっていきましょう。とりあえず、デッキから。はい。ファンタジーノーツのプラス30ですね。ノーツというか、パワー属性に関しては、基本僕がいつも使ってる、まあ、定番というか、いつも通りのデッキなんですけど、帰りがね、ここが重要。ガードエルをデッキに一つは絶対入れないとまず勝てないので、ここはガードエルをつけた帰りです。で、2枠目。手加減はなしだよ。ここね、別にまあ、シオン、まあシオンですね。防御ダウンはやっぱり必要ですね。なんかちょっとまあ今回からというか、最初レイドボスだから防御のゼロぐらいだと思ったんですよ。いつもの普通のレイドボスみたいに、かと思いきややってみたらダメージが、この最初のイラ返りが1しか食らわなかったので防御力ありますね。なんかどうやらあるみたい。プラウドのやつはレイドボスは普通の、なんていうんですかね、普通のレイドで出てくるレイドボスじゃなくて、こういうイベントクエストで出てくるレイドボスはちゃんと防御力があるみたいで、今日やって気づいたんですけど、今さらなので防御ダウンは入れましょう。ここそうですね、イラストシオンですけど、まあアースラでもいけんのかな。でも防御ダウンは多分必須だとは思うんですけどね。僕はアスラ持ってないんで、どっちにしろイラストシオンしか選択肢がないんですけど、はい。で、3枚目がイラテラですね。ルク与える、まあアタック系レイジオンなら別にルクスは関係ないんで、はい。で、4枚目がジャック&サリー。こういう時だと結構ジャック&サリーが本当に有能ですね。このな、自分の全属性攻撃力の2ターンの間なので、2ターン持続するってところがやっぱ大事になってきます。で、最後がキアとナンバー1アタック XL。 はい、強いですね。今復刻してますけど、このメダルはマジで強いんで、
持ってない方とか狙ってみても狙った方がいいとは思います。はい、これでいきましょう。はい、そしてパートナー、パートナーはですね、同じくガードエル、リラ返り2のガードエル、アビリティをゲージを回復しつつ、ガードもしてくれる。これでいきましょう。これね、一応ガードエル2枚積んでるんですけど、結局ここが運ゲーなんですよ。 HP 見てください、155ですよ。これを、ビヒモスとアッシュの場合6ターン以内で全部削り切らないといけない。当然のようにダメージ1なんですね。やっぱり防御力の場合に存在するというアクセル。このティラテラ全然食らわねえもん。これがね、アタックエクセル発動すると本当に強い。今度は私が戦う。ほら、もうこれだよ、もうこれだよね。え、こういうことなんですよ皆さん、こういうこと。とりあえずもうこれ勝つまでやってきますよね。はい、皆さんもね、まあちゃんと見届けてくださいな。まあ2回目以降はさすがに見苦しいというか飽きると思うので編集でカットしますけど、相当多分ねやると思うんですよ今回の動画。これをね、きついな、もう勝てることは分かってるからあれなんだけど、本当にもう精神的にきついなこれ。ガードエル2枚でどんぐらいなんだろうね、確率実際。おわ、そうなんですよ、発動してもベヒーモス・アッシュは麻痺にさせてくるんですよ。ここの運ゲーがさらにあるっていうね。ほら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 、やばいよこれ、やばいよやばいよね。これで麻痺が続くと結局火力が足らなくなって、ガードエルで耐えられたとしてもまあ負けてるというか、うん、マジで頼むわって感じ。本当にえげつなさすぎるでしょ。手加減はなしだよアクセル。正月からこんなことさせてね、何が楽しいのかっていう感じなんですよ。のために使う。今2ターン目ですよね。2ターン終わってもまだ半分削れてないよこれ。大無理、これちょっともう無理じゃない。あ、今の3ターン目かもしかして。え、これ4ターン目そうだよね。さっきパラライズでほとんど動けなかったから、これもうほら、もうパラライズでほぼ1ターン潰されちゃったような感じだから、もうこれだよ、グズグズだよ。あー、これ無理なやつだな。あ、勘違いしてた、ベヒーモス6ターン以内だったということはあと2ターンあるわけか。勘違いしてた、自分で最初6ターンって言ったよね。出たー出たー、ほんとここお祈りゲーですよ。パラライズ食らっても動ける判定はあるので、あ、これはいいパターンか。でもこれ削れるのかな。あ、おおおおお、でも若干のサリーがさっき重要って言いましたけど、本当にこの長期戦になるとやっぱ2ターン持続系のアビリティってすごい強いんですよね。あ、これ耐えれたけど、
これ最後のターン。これ50本は削れないだろう。手加減はなしだよ、アクセル。この力、友のために使う。あー、これ無理ですね。やっぱパラライズ一回あんだけ麻痺で飛ばされるとさすがにね、もう無理だわ。これでもう6ターン経過ですね。ちょうどプラス22本あるんで、ゲージがあと1ターン分ぐらい足りないっていう感じです。だから本当にこの編成だとギリギリってことですよね。ということで、やり直します。あとは編集でなんとかします。はい、こちらなんとすでに51回目の挑戦です。マジでそろそろ頼むぞ。もう最初の挑戦から1時間以上とっくに経ってますからね。マジでやばいわ。アクセル。この力、友のために使う。私が戦う。よし、はい、2ターン目ですよ。手加減はなしだよ、アクセル。この力、友のために使う。さあどうだベヒモスくん。おっしょっしょっしおっしょっしょっし。はい、3ターン目。手加減はなしだよ、アクセル。この力、友のために使う。いいぞ、ここもあればいい調子だ。いい調子で半分まで来た。今度は私が戦う。さあどうだアベヒモスくん。おっしゃ、おっしょし、今もうこれで4ターン目ですよ。あと2回か。アクセル。この力、友のために使う。ここまでまだ麻痺のパターンも一度もないですからね。そろそろマジで勝たせてくれ。私が戦う。あー、これ麻痺のやつだ。あー、出たよ。あ、イラ帰り飛ばされた。イラ帰り飛ばされちゃうとね、かなり辛いんですよ。アクセル。テラが動く。あと若干のサリー動いてくれるかな。あ、飛ばされた。そう、ちょっとこれ一旦じゃきついんじゃないの。まあそのまずここで耐えてくれないとダメなんだけど、どうだ。よし、よっしゃ、これであと削れるかどうかですよ。いいぞいいぞいいぞ。あとね、ナンバー1のスキルが発動するかどうかかな。これでナンバー1が発動しなかったら多分、あ、よしよしよし、きたー、よっしゃー、これで6ターン以内ですよ皆さん。よっしゃー、超ギリギリだったけど、これね、もう51回目ですからね、これ。ふー、
これはね、もう今年一嬉しい。まだ2日しかやってないけど、今年一嬉しいね。ふぅ。でもこれでようやく1個なんだよな。はい。ということで、パワー属性は無事6ターン以内クリアできましたね。多分これ3つのうちね、これやった感じ多分一番むずいわ。あの、パラライズというか麻痺がある分、一番むずいというか運ゲーになるのが一番これ、それぞれ特徴があるんですけど、一番上がベヒーモス・アッシュが麻痺で、2番目のねダークサイドがね一番楽かな。まあ、理由は後で説明しますが、まず編成、あ、こっちだ、フェンリルだ、フェンリルですね、フェンリルプラス33で、ですね、ダークサイドが防御バフ貼ってるんですよ。なので、防御を下げてやらないとまともにダメージが入っていかないので、ミッキー&ミニを採用してます。で、これは、攻撃メダルとしては使わないので、別に無凸で構いません。この状態でいけます。ミッキー&ミニ1枚目に置いといて、2枚目が先ほどと同じくイラストカイリーのガードエルで、3枚目がイラストレオンですね、スコール君を、ルクアタエルで3枚目に置くと。で、4枠目がロクサス ACD。 俺なんだ。これ試してはないんですが、アクセル HD でもとかでも多分大丈夫かなっていう気はしなくもない。闇が俺を導いてくれ。で、最後がイラリク B ですね。これはアタックエクセル。はい、これでいってみましょう。で、ベヒーモス・アシュよりは簡単とは言ったものの、で、パートナーは、さっきと先ほどと同じく、イラストカイリー2のガードエルですね。こちらでいくんですが、うん、ダークサイドも同様で結局運ゲーになります。 HP 削るまでの間はずっとガードエルで耐えるっていう戦法になるので、運ゲーには変わりないですけど、はい、いきたいと思います。はい、2回目の挑戦になりますね。防御バフついてるでしょう。これでミッキー&ミニ使っても防御が1段階ダウンの状態になりますからね。はい、これは俺だ、俺なんだ。 XL 頼むぞ。よしよし、闇が俺を導いてくれるさ。削れ方がやばいな、やっぱり XL 発動すると。今度は私が戦う。よし、ダークサイドが4ターン以内のクリ討伐なのでね、しっかりスキルが発動してくれないとこちらもやっぱりきつくなってきますので、今度は私が戦う。さあどうだ。よし、毒ですね、猛毒かなこれ。だからどっちにしろガードエラ発動してくれないと毒で死にます。約束だよ。俺は俺だ、俺なんだ。いい調子ですね。闇が俺を導いてくれた。ギリギリ足らないけど、これあと一発耐えれれば勝てるということですね。今度は私が戦う。さあどうだ、耐えてくれよな、マジで耐えてくれ、マジで耐えてくれよな。よし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 、おしよし、これ毒も耐えて、
はい、勝利と。まだ全然ベヒーモス走る余裕がありましたね。何より2回目の挑戦で勝ててしまうというね。ベヒーモスアッシュが51回でこっち2回ですよ、たったの。この差ね、やっぱこいつが一番簡単ですね。で最後マジックですね。これがね、こいつもまたクセモノなんですよ。あ、どれだ、こいつだ。はい、トリックマスターアッシュ、これがね、なんと HP 回復してくるんですね。頭おかしいですよね、正直。あ、すいません、デッキ紹介からいきましょうか。スリーピングライオンは僕プラス25なので、ちょっと火力が足りませんでした。ということで、やっぱりローズ。これですね。これはもう超ガチガチの編成ですけど、1枚目が、はい。ガードエールつけたイラカエリ、ここは変わりません。で2枠目がイラストゼムなんですね。アタックエールですね。これ最近、まあ出た当初とかは単体ですげー使えなかったんですけど、最近になってイラストゼムラスが結構使えるように、レベル440のあの、まあ、ラクダでも使えましたし、最近なんか逆に使えるようになりましたね。怒り憎しみ最高だ。反対相手だとやっぱ強いわっていう感じで、でこの編成とも結構相性いいんですね。これがゼムナスのただの攻撃じゃなくて、スピード属性の攻撃力を一旦2段階アップがついているので、2枠目に置いて、でジャックアンドサリー、はい、さっきもノーツで活躍しましたけど、2ターンの間バフ と、敵のデバフがくっつくのでかなり有効です。で、4枚目にナミネですね。 HD バージョン、僕はまだ 150% じゃないんですけど、それでも十分強いです。スキルはアタックエクセル、これは闇陸をコピーしますね。5枚目の、でこちらの闇陸もエクセルです。この布陣で行ってみたいと思います。うん、まあ完全にベヒモス君はスルーですよね。はい、パートナーはまあ同じですね。ガードエルのイラスト返り2で行ってみたいと思います。はい、はい、これで6回目の挑戦ですね。怒り憎しみ最高だ。 HP ゲージが最初119本ありました。でこいつが攻撃のために HP を回復させてくるので、俺が俺でなくなっても、たとえ俺が俺でなくなっても、はい、今度は私が戦う。これで HP ゲージが今94本になりましたね。あれ回復させてこない、あれかな、 HP がいくつ以下になったら回復とかっていうことがあるのかな。多分80代になったら回復かな、この感じ。そういうのがあるのか、トリガーがあるのか。たとえ俺が俺でなくなっても、さすがにもう何回もやってると行動パターンというか、そういうのが見えてくるんですね。今度は私が戦う。はい、これで HP ゲージが45本ですね、残り。耐えた耐えた。で今これで3ターン目ですか、4ターン以内に倒せば太陽の魔石をもらえます。これあれなんだな、ランダムってわけじゃないよね、多分 HP ゲージがトリガーになってんだろう、ね、俺が俺でなくなっても、今回回復させてこないですね。たとえ俺が俺でなくなっても、おおおおお、なんかすげえ削れた、回復させてこなかったせいか。今度は私が戦う。
お、あれすんなりいけちゃったパターンだ。あれすんなりいけちゃうな、これ怒り憎しみ最高だ。はい、4ターン以内ですね、これで。回復させてこなかったけど、なんだろうね、ランダムってわけじゃないと思うんだけどな。はい、とりあえずこれで4ターン以内でいけるということですね。あー疲れた今回の感想マジで疲れた。あー、これ編集ではもっとかなり短くなってるとは思うんですけど、マジでこれ撮り始めてからもう2時間くらい経ってますね。はい、ということでですね、今の現状の難易度、一番高い難易度のクエストですね、3つやりましたけど、今回も太陽の魔石2つずつもらえます。そろそろね、フェンリルを、もう太陽の魔石18個も持て余してるけど、剣の魔石のね、豪華報酬集が来てくんないとね、あげられないんですよ、所持数。あ、でもそれでもまだ足んないのか。次までに必要なのが4個で、で最後の34から35にするのに5個使うから、あと9個か、9個だからあと7個足らないのか。魔石、剣の魔石、全然だな、全然だぞ。かといってあとノーツか、ノーツが30で、ライオンが25でしょ。まあライオンはね、もうね、ローズがあるから別にいいかなっていう気がしちゃってるんですけど。ノーツ、あ、で、そうなんだよね。ノーツ育てようと思うけど、ローズなんだよね。ローズも使うんだよね。神秘の魔石を。どっちかって言ったら今なんとなくローズがマイブームなので、ローズを優先で育てたいところなんで、うん、ローズだね。はい、といったところで、今回の攻略動画はここまでにしたいと思います。今回は、まあ、プラウドプラスに関してはもう根気ですよ。ひたすら根気、みんな頑張ってってしかね、もう言いようがない。さっきのね、あのトリックマスターアッシュも回復させてくるんですけど、今回なんかたまたま運が良かったのか、一回も回復させてこな、回復しないでいけちゃいましたね。最初僕が挑戦した時は2、3回回復してきたんですよ。でもなんとかこの構成で削り切ったんですけど、結局運ですね。うん、まあ、うん、運ですよこういうのもなんですけど、まあ、運なんで頑張ってください。はい、ということでここらで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。